五十流旋舞会の空手とは、古琉球と呼ばれる時代、沖縄はグスク、村落共同体が乱立し、各地に勢力を張り対立していた。その後、中山、北山、南山の3つのグスクに分かれ、周辺地域を支配し、なおも抗争を繰り返していたのである。この時代を三山時代と呼び、100年ほど続いた後、1400年代半ばに中山の尚氏によって沖縄は統一され、第一尚氏王朝が誕生する。王朝は琉球国として三山時代からの中国との作法関係を継続し、三代目の昇進王の時代まで朝貢貿易の利権によって琉球は繁栄をするのである。しかし1609年に薩摩の武力による侵攻によって、わずか10日間で占領され、江戸の幕藩体制に踏み込まれることになる。中国との作法による朝貢貿易はそのまま継続した。この交易によって琉球に日本、中国、東南アジア諸国から人、物、武術、情報が長い年月にわたり流入することになり、独特の文化や芸術が花開く時代を迎えるのである。芸術の世界では、世界に先駆け現代のミュージカルに相当する組踊り、また武の世界では武器を持たない都市空間の空手道が誕生した。この空手道の究極の目的は、自己鍛錬を通して高度な自己実現を獲得することであり、最終的には人と人の調和を目指し、戦わずして勝つというところに精神の奥義を求めています。空手の型は必ず受けから始まります。これは自ら攻撃を仕掛けないという考えを明確に表しています。旋舞会の五十流技法は、力に対して力で対抗するということはしません。常に銃の技法で対応します。力と力の戦いは、当然力のある者が勝ちます。銃の技法で相手と調和することで、力の衝突を避け戦わなくて済む。この境地に入るために、旋舞会では棒の技法から銃の技法へと入り、戦わずして勝つという絶対的な悟りの境地を目指すのであります。すなわち、沖縄古典五十流でいうところの、人に打たれず人を打たず事なきを元とするという共生共生の思想であります。旋舞会。1888年、沖縄の比嘉女官僚が中国の福建省から伝えた南下少林白鶴拳が五十流の源流と言われております。その後、比嘉女官僚の皇帝宮城長順が中国から伝来した白鶴拳の秘伝書武備氏の拳八句の一つ、法五十丼とから引用し、五十流と命名しました。以来、五十流正統継承者に武備氏を写本させ、恩師の手形を記し、五十流を認挙することになり、現在の五十流へと伝承されてきたのであります。旋舞会初代宗家泉川寛喜は、比嘉女官僚の皇帝許田重八に少年時代空手の基礎を学び、さらに首里の武士松村の皇帝であった祖父泉川寛中の下で空手の修行をしました。後に宮城長順の皇帝比嘉世耕に師事し、昭和12年に五十流の正統継承者として武備氏を写本し、五十流を認挙されました。昭和14年に神奈川県川崎市に五十流空手道旋舞会総本部を創設し、国内および海外に多くの門下生を輩出しました。
昭和42年、初代宗家の死去に伴い、長男、泉川寛文が2代目宗家を継承します。ちなみに、2代目は、日本空手道連合会、全日本選手権大会、型の部において、3年連続優勝の記録を残しております。昭和52年、39歳の若さで逝去し、現在、次男、泉川勝也が、三代目宗家として、千部会総本部に、代々伝わる、古伝、剛柔流の技法と伝統を守り、伝えております。